いたい最近子役って多すぎだろ。ただでさえ席は少ないっていうのに。え、そう？ハユは面白そうだと思うけどな。私にはハユちゃんやロコちゃんみたいな特技なんてないし、アイドルになったらこんな私でも変われるのかなって。見せ物みたいになるなんて待ってた。私もあんな風に見れるかな。みんないくよ。ありがとう。私頑張る。落ちこぼれフルーツタルト、7月より放送開始。1年間毎週深夜に5分バラエティ番組をやってお金を稼いでもらいます。へー。